おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日はこちらの教授とやっていきたいと思います。あー、本日リリースされまして、もう速攻でね動画を撮り始めたんですけど、もうめちゃくちゃ、ホラーやることになるとはまあ一応ね、なんかホラーが苦手な人でも大丈夫っていう風にアルマソフトさんがおっしゃってたんですが、これまでのね、おのおにやら、やら、何やら、めちゃくちゃ怖い印象でしかないので、あんまりアルマソフトさんのことを信用しきれていません。なんでちょっとね、一人でやるの怖いんで、今ちょっと画面共有して友達に見てもらってる状態です。声は入んないけどね今ここ使ってるか分かりませんが、では早速初めからやっていきたいと思います。うわー、やだやだやだ、でも楽しみ、始めます。あー、女の子たち可愛い。これは体験版です。そうです、完全版とは一部内容が異なります。あ、そうなんだ。また不具合があった場合も修正を保証できません。はい、了解しました。はい、はい、万が一フリーズなど進行不能、ほうほう、F5 機、F5 機ね、OK です。はい。見えない、薄く見える、なにこれ、ガンマ値調整、見えない、あ、まあ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 、まあ大丈夫じゃない、なんでも。おはようございます。お、喋る。まずは本日の、ホットなニュースから。ホットなニュースから。黒沢氏が代表を務める青浜コーポレーションの大プロジェクトスカーレットアイランドが本日いよいよプレオープンを迎えます。お、県内最大自然テーマパーク青浜市里島にオープンしたこのパーク、7時21分ここは水族館や博物館植物園などが集まった複合型自然テーマパークです。ナレーション全部やってくれるから。本日のプレオープンではマスコミ関係者のほか応募に当選した幸運な500名が招待されています。関係ないところを読むしかない。オープンを記念した特別イベントの開催も予定されており、お、香り、お姉ちゃん早く遅れちゃう、ま、あやめ待って、すぐ行く。ママだね、おっぱいあるもんね。ねえ、やっぱり心配だわ、二人だけで旅行なんて。大丈夫よ、香りも中学生になったんだし、それにプレオープンのチケットは2枚しかないんだから。大丈夫。何も起こらないわ。そう。そうね。じゃあ、香りを頼んだわよ。何かあったら、その時は守ってあげて。なんでそんななんか、嫌な予感がするようなフラグを立てるんですかね、お母さん。別にただプレオープンしただけですよ。大丈夫。大丈夫だよ。本当かな？あ、嫌な音と、嫌な演出が。あ！目があったぞ！こんにちは！よろしくお願いします。すごい！屋内に動物園まであるなんて。かおりちゃん中学生なんだね。ちょっと見た目どっちがかおりちゃんでどっちがあやめちゃんだったんだろう。ちょっと、タイトル画面のこう、よく見とくんだったな。ね？来てよかったでしょ？うん、わあ、なんだ、お知らせだ。お、すげえ。あ、ああ、ちゃんと、え、本当にちゃんとリアルタイムでアナウンス流れちゃうんだ、これ。ねえ、これって、特別レセプションですって。行ってみましょう。あ、三つ編みの子が香里ちゃんか、そうか。うん、移動 OK。 あ、走れるね。これ他の人に話しかけるとかできないの？あ、できないね。確かにね、普通は見知らぬ人に話しかけるようなことしないからね。で、みんなどこ行ったの？行けないし、こっちで。あ、お姉ちゃん待って、お姉ちゃん、ちょっと人が邪魔。ちょっとあんたたち避けなさいよ。この美人の香里ちゃんが通るのよ。何こいつ。研究を行っているんだ。
地震が来た。え、なになになに、え、今、え、なんでみんな動じないの。え、でお姉ちゃんどこ行ったの。こっち、あ、地震じゃなくてこれ走ってる演出、どういうこと。お姉ちゃんどこに。姉貴、すごい人数。香織、姉貴、あ、いた。お姉ちゃんごめんなさい、はぐれちゃって。いや、勝手に一人で進みすぎですよ。もう、ほら見て、さあ始まるわよ。ちょ、あの、邪魔になってますよ。あの、そこ入り口ですよ。お二人とも、皆様ようこそスカーレットアイランドへ。私は黒沢龍 CEO の秘書兼噛んでるね、神田さん。私は黒沢龍 CEO のリテッシュシェ研究所所長の井ノ原神田と申します。本日はこれほど多くの皆様にお会いできてとても嬉しく思います。本日皆様に体験していただきますのは、当パークの先端科学がもたらす人類と自然の共存です。ガラスの向こうに見えるのは我々が取り組む保護研究の現場です。今日は特別にその現場を間近でご覧いただきますが、その前にまずは黒沢 CEO が監修したビデオを上映いたします。これを見ればきっと当パークの理念がわかると思います。それでは皆様、前方のスクリーンをご覧ください。元気だな、カンナさん。お、リュウさん、どうも。こんにちは皆さん、 CEO の黒沢リュウです。ようやく当パークを皆様に楽しんでいただける日が来ました。なんで一歩ずつ進んでいくんだこれ。あ、でもあるよね、よく映像でさ、お散歩しながら語り合いましょうみたいなさ、あのドキュメンタリー番組みたいな感じね。あるある。動物園、博物館、水族館、きっとご家族でご満足いただけることでしょう。今日ばかりは日々の疲れを忘れ、目いっぱい楽しんでください。ありがとうございます。特に大きな見どころはパークで保護された小引き鳥です。あ、さっきのあのなんかこんな感じなんだよみたいな感じで自己紹介してた変な、となんか蝶々みたいなやつ。土地改札、ちゃあー、噛みまくっちゃうわ。でもこれビデオなんだよね。ビデオで噛んじゃってるってことはリテイクした方がいいと思いますよ、リュウさん。土地開発によって今では一部の地域にしかいない幻の蝶。ここでは街並みを再現したエリアに蝶を放ち、自然と人類の調和を演出しています。さらに当パークでは、あら、バグっちゃったわ。え、ああ、香里さんと同じことを同じタイミングで言ってしまった。え、あ、違うだ、これ香里さんってあれか、中学生の子か。これで終わり？変ね、どうしたのかしら。お、開いちゃったよ、ドアが。なんかおかしいよ。香里、待って、なんでそのあなたたち姉妹はさ、どっちかが先に行ってしまうの？一緒に行きな、え、あ、今度はあれか、あやめさんを動かす番か。別にこれも人に話しかけられるわけではないのね。オッケー、行きましょうか。香里、あー、怖い。いない？何なの？え、ちょ、もう、あやめさん、めっちゃ美人なお姉さんだね。クラフトって何これ？え？アイテムは、まあ、これ、キーアイテムとアイテムがある。なるほど。セーブないんですか？セーブがあると思ったんですけど。へえー、あー、なるほど。うわ、自分のあの、目の前の視界しか見えないっていうね。あの、背中側見えないタイプの、リアルだなぁ、嫌だぁ。周りを明るく照らしておくれよ。え、こっち行けない。あ、これは、引っ掛け傷？爪の跡のような。これ、あやめさんを基本的に動かしていくことになるの？よ、うわぁ！え？
何でしちゃろ。え、これは死んでる。あら、セーブスロットを見つけて元気いっぱいだよ。え、どれがセーブなのこれ。これな、香りを追う。なるほど。え、あ、上のこのメモ帳みたいなやつか。オッケーオッケーオッケー。とりあえずもうあの、え、開かない。あ、これで開くようになるの。おーん、すごい音が鳴りますね。あ、なんかいた。そして戻れなくなった。返して。あ、セーブはできる。あー、行くしかなくなっちゃった。かおりちゃん本当にこっちにいるの。あー、水たまり、あ、水たまりのエース、すごい楽しい。うわー、なんですかね。もう全然驚かないっていうか、ホラーが苦手な人でも大丈夫って言ってたじゃん、嘘つき。一体どうなってるの。本当だよな。勝手に開くんじゃないよ。あれ、え、あやめさんの風圧が強すぎて開いちゃったの。ちょっともうちょっと静かに歩けない、あやめさん。はい。え、うわ、ああ、え、何の声、何の音、誰か泣いてる。あ、あ、いたいたいた。香り、ねえ、この地一体、あれ、え、あ、ああ、あ、ああ、出た、出た、出た。はっ、はっ、この、お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 、え？リアルすぎんっていうか、な、え？これドット絵のゲームだと思ってたんですけど。ちょっと待って、逃げなきゃ早くと。香りを連れて。そんな後、こう、こう。一体何なのあれ。はい。え、どうやって逃げんの。こ、ちょ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 。え、ちょ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 。あ、開けた開けた。いっぱいいるくない。ちょっと待って、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、どこに逃げ、あー、待って待って、どこに逃げたらよかった。あれ、みんな右に逃げてたから右に逃げろってこと。任せろり。はあ、はあ、あ、ここからかい。はあ、汗かいてるよ。これさ、忘れてたけどさ、やるとき電気消してやればみたいなこと言われてたんだよな。ちょっと電気消せないよ、こんなん怖くて。行くよ、頑張って逃げるよ。お客さんの流れを見れば逃げる場所分かるってことかな。ちょっと右に後ずさってたもんね。分かったよ、君が何か人間を食べていることは分かったからさ。ふぅ、なんかちょっとゴリラに見えてきたな。ちょっと可愛いかもしれん。逃げるぞ。よーし、一体何なのあれと。うわーい、いやー、めっちゃ来る。で、みんな右に逃げてる。こっち、え、あ、こういうことだよね、こういうことだよね。えい、操作がおぼつかなすぎるんよね。え、すごい、なんか周りのさ、死んだ時の声聞こえた？今。うわぁ。なんか、まだダメ？みたいな。あ、うわぁ。誰か死んでる。え、ちょっと待って、フリーズしたんだけど。2回死ぬとフリーズするみたいな機能あります？
ちょっと待ってね。一回カットしまーす。これさ、もう V の顔なんて気にしてられないのよね。どんな顔してんだろう。この辺にもセーブないの？ないわね。歯並び悪いなぁ。あやめさんさ、あやめさん逃げるのガニ股すぎじゃない？めちゃくちゃガニ股で逃げてるよね。で、こっちと。右ね、右。オッケー。で、あとどうすればいいの？上ね。みんな、ええー、てー、ちょっと閉められちゃった。閉めるなよ、目の前に。女の子二人もいるんだぞ。なんだ、あいつ。ふざけやがって。あれは一体、何が？お姉ちゃん。大丈夫。大丈夫よ。あ、ずっと抱えてる。何か良くないことが起こってる。とにかく、安全な場所へ。そうだね。ずっと抱えていくんだね。ちょっとセーブさせてほしいな。セーブありませんか？あ、ありま、あり、あ、ぐるっとタイム5月号？それよりセーブだ！セーブをよこせ！読みまーす、ぐるっとタイム。大特集、スカーレットアイランド。自然と科学の調和を掲げた巨大デーババープ。もうさっき追いかけられすぎてさ、もう動揺が隠しきれてないんだろうね、きっとね。自然と科学の調和を掲げた巨大パーク。その名もスカーレットアイランド。リアルな街並みの中で、動植物の保護を行い、人間と動植物が共存する社会を再現する。そんな素晴らしい理念を掲げるのは、パークのトップ。黒沢 CEO。 市は、緑が増え、野生と触れ合うことで、我々の生活はより充実したものになるのです、と笑顔を見せた。そうか。笑顔、かな？今この現状を見てみてほしいんだけどね。笑顔とは？このプラン何？このプランプランは？なんだろう、まあいいか。もうね、何かをこう、怖いものを認識しなければ怖くないんですよ。これとかもね、もしかしたら墨汁こぼしただけかもしれんから。え、で、結局、あ、ここもしかしてぐるぐるポイント？うわ、これ逃げなきゃいけないとこが来るってことだ。嫌だわー、ほんと。え、で、セーブはどこなの？え、セーブはどこなの？絶対ここにセーブあると思ったんだけど。え、セーブなかった？え、ないわ。勘弁してくれ。やった、外だ。早く脱出しよう。開きまへんな。開かない。そんな、まずい。あ、お姉ちゃん、危ない。香織はん、あんたなんてことをする。オーマイゴッド、美味しそうに食べてるね。え、嘘でしょ？こんな早く香織ちゃん脱落すんの？マジ？え？え？そんな、香織。え、だってこれすぐ食べて、あれよ、あやめちゃんのこと追いかけてきちゃうよ、これ大丈夫？嘘でしょ？香織、ダメ、どうして？あ、狙われちめえ。に、逃げる？逃げるんですか？あー！やばい！終わった！香織、ごめんなさい。私は、え、
飛び降りた？あ、海に沈んだ。あ、これ誰視点なん？目が開いた視点、これ私の目？目が覚めたんですね。これなんかめっちゃぼやけてるけど、どちら様？大丈夫ですか？二日も眠ったままだったんですよ。ここは一時的な避難所です。滝のそばで倒れてたんですよ。覚えてませんか？滝？ああ、思い出しちゃった。そうだ。化け物に襲われて、香りは、大丈夫ですか？なんかめちゃくちゃぼやけてるんだけどさ、ちょっとはっきり姿を見せておくれ。いえ、香りちゃんに見えます。ごめんなさい。香り？香り？私、エリカって言います。妹にそっくりの少女、エリカ。はあ、なるほど。エリカ？一体何があったんですか？いえ、ごめんなさい。何か辛いことがあったんですね。ここにいる人、みんなそうです。もう大混乱ですよ。携帯も繋がらないし。偶然集まったみんなで、なんとかここに逃げ込んだんです。そうなの。そうだ、そういえばあなたのことは何と呼べば？私は、あやめ。あやめさん、きっと大変だったでしょ？でもきっと大丈夫。ここにいれば安全ですから。若男、弱男。どっちかな？お、よかった。ようやく目が覚めたんだな。ああ、この方、あやめさんを水辺から一緒に引き上げてくれたんです。そうなんですね。ありがとうございます。避難した当初、みんなで船着き場まで逃げようという話が持ち上がったんだ。船までたどり着けばなんとか島の外へってね。それで周囲の下見をしていたら君を見つけたってわけ。ごめんなさい。ご迷惑をおかけして。いいんだ。こんな時こそみんなで協力しないと。これ、よかったら。チョコ？これは。ずっと眠っててお腹が空いてるだろ。チョコレートさ。ありがとうございます。無理はせず、まずはしっかり休むことだ。ジャクオさん、お名前教えてほしい。このままだと私、ジャクオさんって呼んじゃうよ。じゃあな。名前！方、見ず知らず？お魚がいるから知らずって呼んじゃった。知らず同士なのに、みんなをまとめてくれて。正義感、こんな時には特にありがたいです。そう。そうね。そういえば、あやめさん、特にひどい怪我でしたから。どうか安静に、私、包帯がないか見てきますから。時、死んだかと思ったけど、まさか生き延びるなんて。子、香りにそっくり。香りは、もういない。キャー！香り？あ、違う、エリカ？今のは、エリカ？何かトラブルでもあったのかしら？ちょっと、エリカまで失うわけにはいかんよ。クソ、パークの責任者はどこにいるんだ？あ、どこだろうね。黒沢 CEO、噂じゃ先に脱出したらしいぞ。あ、クソ野郎だな。あ、母さん。まだ私が、また私が調達係よ。今度は、土産屋の倉庫。そんな、この前も君だったじゃないか。この子喋らんの？この子。この子喋ってくんないの？この子も喋ってくんないの？
え、どこにいんの、エリカ。あ、いた、いた、いた。え、ちょっと待って。どこ、どうやって、どうやって、あ、いけたわ。やめて。ジャクオ？あ、違った、老人だった。どういうことなんだ、これは。エリカ？なんだ、仲間がいたのか。いいか、お嬢ちゃん。こんなガキにかまうことはねえ。嬢ちゃんだけじゃねえ。いいか、みんな、よく聞け。こいつとんでもねえガキだ。このガキの正体、こいつはこのパークの責任者、黒沢の孫だ。黒沢エリカ。なるほど、かわいい名前。あ、そういう問題じゃない。これはこいつが落としたもんだ。こいつはみんなに黙って避難所に隠れてるんだ。責任者の家族だって、あの女の子だよ。なんで避難所にいるのよ。お前のじいさんはどこへ行ったんだ。あの化け物は一体何なんだ。どういうことなの。いや、騒ぐな。ああ、ジャクオ、静かにしろ。化け物に居場所がバレる。その通りだよ。冷静に、冷静に。何があったんだ。こいつだよ、あの黒沢の孫だ。黒沢、本当なのか。それはこの状況がわかるか。みんな気が立ってる。みんないろんなものを失った。見てみな、彼らの目。俺だってそうだ。あ、リーダーって名前になったわ。家族はみんな死んで、一人ぼっち。弱王に戻ったわ。これ以上、この場所に混乱をもたらすわけにはいかない。全員が自滅をたどるのか、断固処罰して秩序を取り戻すかだ。そんな、ひどい。好きでやってると思うのか。これ以上の厄介事はごめんだ。わかるだろ。どうすればいいか。いや。うわ、みんなでか弱い女の子をいたぶって下げすんでなぶって10分後。うわ、体力半分じゃね。まさか本当に外へ追い出すなんて。え、あやめちゃんも一緒に追い出されたの。なんで。ごめんなさい、私のせいで。あなたを一人にするわけにはいかないもの。いいの、大丈夫。そうね、まあ香里ちゃんにそっくりだからね、エリカちゃん。もう放っておくわけにはいかんもんね。私、人があんな顔をするの初めて見ました。まるで鬼。すごく怖かったです。エリカ、みんなとても親切にしてくれていたのに。あやめさんも私のことが許せないですか。エリカは倒れていた私を助けてくれた。エリカがいなかったら私死んでたかも。それにおじいさんのことはエリカに関係ないじゃない。あやめさん、絶対脱出しよう。きっと大丈夫だから。ありがとうございます。さて、これからどうしよう。とにかくこのままでは危険です。そうね。どこか安全な場所へ。安全な場所なんて存在しませんよ。このこんな廃れた世界になっちまったらやばい。もうだって虫とかめっちゃいるやん。最悪や。これはシェルターで亡くなった方です。そんな。あー、だから虫がたかってるのか。なるほど。ちょっとあのさ、セーブさせてほしいんだが。
セーブないんですか？あ、こっちにセーブが増えてるとか。え、メニュー画面開けないし。あ、開けたわ。あやめ通常。え、これエリカちゃん見れないの？あ、間違えた。あぶ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 ねあぶね。半分になってんな、体力。人と動物、共に未来へ。あ、そっか、ここあれか。あの、うわぁ！びっくりした。急に落ちてくんじゃねえ！え？え？追いかけられとるわ。あの、セーブが、した、セーブがした、セーブがした。う、ひどい。いや、みんな死んでるなぁ。死んでる声が聞こえるなぁ。開かない。開かねに。開かねにだが、あの、まず、あのね、私はもう安心できない。いつ死ぬかもわからんから、セーブ、まずセーブを探すことを第一に動くぞ。セーブノートじゃないんかな。で、こっちはいけないっぽいね。え、何の音なん？お！なんだ？尋ね人。騒動の後連絡がつきません。水族園で待つ。見かけた方は至急連絡を。なるほど。たくさんの犠牲者が出てる。どうしてこんな。なるほどね。結構調べられるところあるな。結構いろんな音がするけど、これあとどこ行けんのよ。上か？やっぱ上に行くしかないのか？え？いた！どうした？怪我した？どうかした？大丈夫？あ、いえ、ちょっと、さっき追い出された時に足をくじいちゃったみたいで。大変。お姫様抱っこ？少しの間我慢してね。早くどこか安全な場所へ。そうだな。安全な場所とはあるのでしょうか。うわ！カラスかよ、脅かせんじゃねえよ。でもこれあとどこ進めばいいの？こっち？ん？ちょっと待ってよ。こっち行けたから。あ、こうか。オッケーオッケー。セーブを探して、誰か私にセーブをください。ここはスタッフ専用エリアです。一般のお客様の立ち入りはご遠慮願います。いや、そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。入っちゃうぜ。ここなら安全かい？これは。おお、布切れ！止血用の布切れ、わずかに体力を回復する。あー、なるほど。布切れ、取得。少しは足しになりそう。回復アイテム。こういうことか。え、使う？使った。あー、まあちょっと回復したか。まあ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 。で、PC はバッテリー切れ。ここはさすがにセーブが。ここはさすがにセーブが。もうセーブ中になっちゃって。ない！セーブないの？どうして？開かない。マジか。いやー。これは？この血は一体何を？中には何も入ってない。そうよね。食べ物は他の人に持ち去られてる。そっか。ところで、僕はセーブを探しているんですけど。はっ！開かない。待って、あれセーブか？あれセーブだ！ああ！会いたかった！やっとセーブできた。あ、これでなんか今肩の荷が降りた。いつ死んでも大丈夫。ああ。生きてる人いる？これ生きてる？大丈夫ですか？
ひどい怪我。大丈夫。きっと大丈夫。動かないで。後ろから誰か。おお。この化け物！待って。あなたたち、人間。ごめんなさい。物音を聞いててっきり化け物だと。けど、生存者だったのね。よかった。まだ、希望はある。ついてるな、俺たち。ええ。地獄に仏、ね。仲間になる？俺たちは、船着き場を目指していたんだ。この島から脱出するために。船着き場、そこから逃げられるんですか？俺たちが島に来る時に乗った船だ。間違いない。だが、失敗した。途中で化け物に襲われてしまって、もう目と鼻の先だったのに、歯を噛む思いだ。仕方ないわ。あのままだと死んでたわよ。なんとか逃げてきたけど、ここだって安全とは言い切れない。あなたたちが入ってこられたように、化け物だっていずれ。このままだと自利品よ。なんとかしないと。やっぱり早く脱出するしかない。そう、でも奴らものすごい数よ。悪くすればすぐにでも食われるわ。でもここで待っているわけにも。わかったわ。せめて単独で行動した方がいい。二人だと思うように動けない。私たちみたいに。その子なら私が面倒を見るわ。やだ、一人にしないで。その代わり船を見つけたら私たちも乗せてほしい。この人と一緒に。私は大丈夫です。ここでおとなしくしています。一人は嫌やの。嫌やの。どうする？わかりました。わかっちゃったか。船を見つけたらまたここに戻ってきます。ありがとう。これさっき店内で見つけたの、持って行って。おもちゃの無線機ありがてえ。非常時には連絡し合いましょう。わかりました。君も俺たちも一人じゃない。希望を捨てるな。え？申し訳ないけど、あなたが出た後、しばらくしたらこの部屋は封鎖するわ。やめてー！やだー！たまにはここに戻ってきて安心したい。あなたが戻ってきたら必ず開ける。約束よ。わかりました。そっか。奴らに見つかったら一巻の終わり。道中気をつけて。敵の背後を移動することで視界をかいくぐることができる。なるほど。とりあえずセーブします。ちなみにここってセーブ何個あるんですか？間違えました。40個。まあ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 いいでしょ。行かなきゃダメですか？必ず戻ってきてくださいね。それフラグになるから。もちろんやり遂げてみせる。ごめんなさい。あなた、頑張って。今はあなたがだけが頼り。わかりました。ありがとう。男性には話しかけられなさそう。行きまーす。え？うわ、あれなんだっけ、なんとか町、なんとかかんとかなんだ僕みたいな。あれが成長すると、あれになるってことかな？あのゴリラみたいな見た目になるとかって感じなんかな？もしかして。いっぱいいたもんね、なんかね。これこれ、こいつ。楽しいパークだったはずなのに。あ、こっち行けないわ。なんて言ってんだ！さっきもさ、呆然と立ち尽くしてたのはさ、聞き取ろうと頑張ってたんだけどさ、無理だったよね。うわぁ！怖い！リアルすぎる！クマちゃんが。お、お金！やったぜ。取得します。金金！なんかいた？今。気のせい？役に立ちそうなものない。ない。こっちには行けないか？いけないっぽいね。このクマも別に調べられないから、ここはもう終わりか。行くか。
うわぁ、嫌だ。不気味な、え？うわぁ今一瞬見間違いかと思ってもう一回近づいたけど、あいつずっとあそこでなんか人間食ってるってことね。ちょっとこれあんま走らない方がいいな。軽率に走るとすぐ死ぬかも。え、ここの中も入れるかな。ここは開かない。向こう側から施錠されてる。なるほど。ここ、あ、ここも全然行ける。行くとこ多いな。カフェラトリー。あ、カフェって、カフェ、え？カフェ、カフェティ。ドアの内側にチェーンがかかってる。なるほど。チェーンをちぎるものがあればいいね。避難民へのメッセージ見ようか。緊急事態です。どうか助け合いましょう。ここ、サロンアルハルでは、怪我をした皆様を受け入れます。夜の次には朝が来ます。冬の次には春です。助け合えば、きっと道は開けます。え、じゃあ入れてよ。怪我してるって私。ちょっと HP 減ってんだからさ。助けてくれ。間違った。助けてくれ、メンス。やだ。嫌な音いっぱい聞こえる。お、ジュース！換金アイテム？なるほど。え、取得する。これはお金を使ったってことかな？お金300円。さっきいくらあったんだろう。換金アイテム。あ、ん？どういうこと？ちょっと待ってよ。よう、わからん。ちょっと待って。で？うわっいたね、今ね。飛んでったね。ちょっと行けるところから行きたいんだけどさ。また見ちゃった。この上も行けるよね。あー。あ、ここもチェーンで固定されてる。なるほどね。じゃあ、あそこのゴリラみたいなやつがいたところに行かんといけん。視界に気をつけようね。え、なんで車？あ、どうして？車が事故った音がした。視界をかいくぐる？ま、い、こ、あ、う、ろ、ら、え？マイコアウロラ。これマイコアウロラじゃないのこれ。どういうこと？いや、美味しそうに食べてますね。ちょっと行くとこ多すぎて。おお。向こう側から施錠。うわあ！え？ああ、トランシーバー！もしもし、聞こえる？そっちの様子はどう？今は、ちょうど船着き場の門の前にいます。あ、ここ船着き場か。ダメ、開かない。そう、それで私たちも断念したの。その門さえ開けられれば何か方法を探してみます。あなたならきっとできる。ちょっと女性のさ、声もさ、ちょっとあれしていきたいよね。あの、適当に声当ててるからさ、今どうしようかな。気をつけて、健闘を祈るわ。こんな感じでいくか。門の鍵ね。門の鍵を探すのね。で、ここは燃えてると。で、私は汗をかいていると。で、こっちにしか行けないもんね。あと残りは。うわお！びっくりしました。ちょっと視界、背中だったらいけるって言ってたよな、じっちゃんが。こっち向きそう。うわぁ！やばい！死ぬ死ぬ死ぬ！やばい！死ぬ死ぬ死ぬ！あぁ！なんで生きてるの？うわぁ！無理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 。無理無理。あぁ。で？これでまたもしかしたら、あれじゃない？セーブ画面から、セーブ画面っていうか戻れないんじゃない？これ続きからに。また固まった。ああ。ちょっと私、これ体験版もクリアできる気がしません。
一回休憩しますわ。え、だってもう48分でしょ？体験版20分って言ってたやん。嘘やろ？うわぁ！はぁ、またびっくりしちゃった。そっか、2匹こうやって監視してたわけだ。なるほどね。あ、あぶね。では、お金。ナイス。ナイス、お金。で、いや、この袋かわいい。ちょっと癒しじゃない？ここでちょっとしばらく癒されようか。ふぅ。ああ、心臓に悪い。で、今背中側だから、ここ入れない？入れた！セーブか？セーブかこれ！ひゃー！やったー！チェーンカッター！あ、ナイス！オッケーオッケー。そしてチェーンカッターもう一回保存じゃない、セーブ。で、布切れ、やす。よし。で、布切れも手に入れたから、いちいち別セーブ取ってしまう。うわ。で、もうここから奥はいけないって感じかな。そうだね。一生懸命戻りましょうか。うわ、めっちゃあそこまで見るやん。うわあ！やめてー！やめてー！やだやだやだ！痛い痛い痛い！痛い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 ！ダメ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 ！ああ！無理ー！無理無理無理。これ多分あれでしょ？あ、今度はいけた。ナイスナイス。ふぅ。はあ、よかった、セーブ上がって。なんで増えてるんだよ、ゴリラ。ふざけんじゃねえよ。うわ。いや、もうダメダメダメ。来ないで来ないで、殺さないで。やめて、もういい。一回死ぬわ。一回死ぬわ。もう。どうしたらいいんだ。あそこどうやってクリアすんだ？わかんねえ。私にはわかんねえ。ああ、なんで私こんな笑顔になってんだろう。あれか、ガオーって言って他の仲間に知らせてんだろうな。ちょっと汗拭いていい？ちょっとみんなの様子っていうか、そのゴリラの様子をちゃんと見てから決めよう。めっちゃみんな、めっちゃ来るやん。え、バレる？見つかる？あああ来ないで、来ないで、殺さないで。ああ、もう逃げる、もう今一生懸命汗拭いてたから逃げる気力もなかったもん。シフトキー押してないもん。もう、ああ、それでまた固まりましたとさ。これね、私がさ、クリアできない原因ってさ、まあ、暗いとこよく見えないっていうのがさ、暗いところのものを認識できないんだよな。これ、絶望的じゃね？どうしたら見つからないんだろう。うわあ！見つかりましたね。え、本当にどうしたら見つからないんだ？こうか。今のうち、ナイス！え？何今の？うわ！やだやだやめて！来るな！ナイス！よいしょ！あー、逃げ切った。あ、そしてここでもセーブできるんじゃん。しばらくしたら鍵閉めるよって言ってたのに。ありがとう。助かった。で、あとチェーンカッターね。ゴリ押しすればなんとかなるもんだな。
え、チェーンカッターは？キーアイテムこっちか。オッケー。チェーンを切断。うわぁ！驚かせないでください。え、これは男だね。生存者か。え、男？女か。どっちだ？女だ。女かもしれん。はあ、安心して、もう大丈夫。ちょっとキャラが分かるまでさ。あれし、あ、男か。男か女かの判別が。はあ、ちょっと飲み物飲んでいいっすか。ああ、カフェトリーだからな、ここな。はあ、生き延びた後の水はうめえな。ふう。そうか。まだ外に生きてる奴がいたか。あなたは？何？ただのルポライターさ。いわゆる旅行ライターというやつでね。ちょっと喋れなくなってきた。ただのルポライターさ。いわゆる旅行ライターというやつでね。言えないね。ふぅ。いわゆる旅行ライターというやつでね。おお、おっさんだった。思ったよりおっさんだった。流浪の男。ルポライター。流浪に献身。このパークもネタになると思ったが、くそ。あんた、そうか。チェーンを切って入ったんだな。すまないことをした。化け物が近くで騒いでたもんだからな。ここでは、逃げ遅れた人たちの手当てをしてるんだ。じゃあ、ここには他にも人が？ああ、二階にな。無人のバーを勝手に占拠して、持ち主には申し訳ないが、水も食料もある。利用しない手はない。鍵はお持ちじゃないですか？船着き場の鍵。船着き場の？ええ、船さえあれば脱出できるはずですから。あ、なんと大した勇気だ。しかしあいにくだが、鍵の場所なんて。そうですか。それに少女一人では危険すぎる。きっと命はない。でも何もできずただ待ってるだけなんてできない。そうか。暑い。それは？普段からいろんな場所へ行く仕事だ。だから、いろいろと常備してる。包帯とか薬とか、役に立つもんだな。どうしても先を行くというのなら、せめてこれくらいは持っておけ。ナイフ！サンキュー！ナイフを取得した状態で、所持だったね。所持した状態で敵に背後から接触することでステルスキルができる。ナイフの耐久値は画面左上のナイフで確認できる。他にも必要なら声をかけてくれ。限りがある。ただとはいかないが。いつ別れが来るかわからない世界だ。今、この時こそを大切に、助け合おう。ルポライターさん！ありがてえ。どうした？購入、あ、なるほど。1000円持ってるから、正方ナイフ、正方救急キット、正方お守りブローチ。はぁ、なるほど。クラフトってそういうこと！うーわ、売却は、これか。この、換金アイテム。印鑑料。あ、違う、簡易料。布切れ。これ、換金アイテムでしょ？え！そんな高く売れんの？サンキュー。セーブしよう。で、クラフトできるようになった方がいいんだな。だってナイフも耐久力があるみたいだから。これ、てか、どこまであるんだ。え、作者さん、体験版20分想定っておっしゃってたんですけど、今この時点で私多分1時間ぐらいやってるんですけど、苦戦しすぎですか？え？これ2回行けたりするん？みんなにご挨拶できる？お。ここなら物質も十分にある。もう大丈夫だよ。サンキュー。
希望を捨ててはいけませんわ。あなたは？あなた喋んないの？クソ、どうしてこんなことに。さあ、もうお休み。全部悪い夢さ。もう、そう、悪い夢なんだよ。あ、少女。お母さん、一体どこへ？ああ、かわいそうに。てんてんてん。クソ、まだ伝えたいことがたくさんあったのに。そっか、なるほど。これ、おう、ここは安全だ。支え合おう。希望を捨ててはいけません。この世に明けの夜はなしですよ。なるほど。ああ、君も逃げ込んできたのか。くれぐれも慎重にな。死んじゃダメだ、絶対に。死んだら何もかもが終わりなんだ。そうだな。やばい、雑すぎた。もうちょっと丁寧にやればよかったね。で、こっちにも行ける。あ、サンキュー、布切れ。ありがてー。これ、クラフト用でよく、あ、お金、やった。クラフト用で結構布切れ使うんじゃないの？その救急セット、ルポライターの記録、救急セット作るためにさ、いるんじゃない？見ようか。はい。旅行ライターとして各地を巡る中で出会った A 氏、40代男性。小さな町工場に勤務する彼は、地域の一杯、飲み屋に精通しており、大層お世話になった。なるほど。なけなしの金をはたき、酒と女は2号までと笑う彼が突然失踪したのは昨年夏頃。何でも周囲には、近々発表されるテーマパーク絡みでまとまった金が手に入ると話していたらしい。調べたところ、この地域ではいわゆる低所得者や不労者がたびたび姿を消している。身寄りのないものが多く、問題が表面化しづらいのが現状である。もしかしてあのゴリラとかが、あれかい？低所得者や不労者なのかい？彼らも A 氏と同じくテーマパーク絡みで何かに巻き込まれたのだろうか。あの島には裏がある。あの獣、化け物とも何か関係があるに違いない。なるほど。ルポライターさんの情報はでかいですね。で、こっちはいけないから OK で、下もいけそうだったね。下は外ですか。なるほど。でも別に行けるわけじゃない。いやー、徘徊してる外、マジ？なるほどね。増えてるわけだね。だんだん増えていくわけだね。困ったね。セーブ。で、お金とかも結構手に入れたから、ちょっと全部買おうか。ナイフ。救急キット、お守りブローチ。この辺欲しいけどね。クラフト。救急キットは布切れ2つで作れる。なるほど。大きく回復するからね。作っとこうか。で、ナイフは、うわ、布切れ必要か。スクラップと布切れ。お守りブローチはスクラップが2個。スクラップってなーに？まだ手に入れてないわ。そうだな。外行くしかないか。嫌だな。ここから出たくないな。ちょっと、あやめちゃん、ここで永住しない？ちょっと、もう、無理だよ。外出ようと考えない方がいいよ。わあ。これであれか、ステルスキルってやつをやればいいのか。こう。おお。え？なんか、虫たちの集合体みたいな感じで消えてったけど。そんな簡単に殺せるんだ。チェーンで固定されて、これもチェーンカッターでいける？チェーンを切断。開いたけど？で、殺せ。オッケー。うわー、見つかった！無理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 。これ復活してないよね。あ、殺したら大丈夫だ。復活しない。オッケー、ナイス。ちょっと一回セーブしよう。殺したところは殺したままでいこう。体験版でセーブ全部埋まるんじゃない？ゴリラこっちみんな。今だ！やばい！えい！オッケー。あ、ナイフなくなった！まずい！ナイフなくなっちゃったな。
早急に布切れとスクラッピーじゃなくてなんだっけ、スクラップを手に入れないといけない。え、どうすんねん。ここからマンホールの下に入るとか違うか。ここ繋がるだけか。ちょっとナイフ無駄打ちしたもしかして。え、これどうすればいいんだ。あと、あ、船着き場、あれなんだっけ。ちょっともういちいち帰ってきちゃうわ。下ってる。どこ行けばいいんだ。あ、2階からどっか行くとかかな。あ、ちょっと待てよ、こっち行ける。フォトアルバム見れる。あ、気づかなかった、危ね。内装イメージ、本店を意識したダークな雰囲気で統一。なるほど、本店。おー、すげー、美味しそう。飯テロすぎる。店主の残したアルバム？こんなことになって、かわいそうに。そうだね。こんなにも美味しそうだったのに。あ、ルポライターさん別にやめます。違います。ここだけか。こっからどっか行くんだろうな、多分。違う？うわ、なんか上にいるわ。ゴリラ。うわ、いけた。やばい、こっちにナイフ使うべきだったんじゃないの？あ、死んでる。ある女の手記。どこもひどい混乱だ。なんとかドアは塞いだけど、この傷では、私はもうダメだろう。扉の向こう、ん？この扉の向こうへ行こうとしたのが失敗だった。仕方ないじゃない。大切な思い出の品を置いてきてしまったんだもの。それにああいった嗜好品こそ、有事の場には必要よ。きっとみんなそうに違いないわ。ほう。開かない。ドアノブがロープで縛られている。ナイフを使えば切れそうだ。ナイフ使っちゃったんご。ナイフ作れる道具ください。うわ、地下行けちゃうし。地下じゃないか、これ一階か。え？開かない。調べられるわけではない。は？何してんの？あ、違った。これ、馬か。びっくりした。スクラップ。あー、これか。スクラップゲット。で、なんか光ってるね。これも。砂付き場の鍵！これさえあれば。手に入れたけど、うわ、いや、あんたの可愛い娘のために物資を分けてやるって言ってんだよ。わかるだろう？どちらがいいか。娘を見殺しにするか言うことを聞くか。うわぁ、こういう場でよくあるやつだ。来いよ、お楽しみの時間だ。ちょっと、私にも続きを見せてください。続きを見せてください。じわじわ近づいていって、あー！ちょっと、見えなくなっちゃった。ん？ちょっと、見せろ！そっか。いや、こういう場所ではな、こういうクソ野郎がつき、ん？あー。こういうクソ野郎がつきものだよな。あ、いけるんかい。助けてあげるってこと？あれ？いなくなっちゃった。あ、ここの奥行ったのか。あれ？これあれか？助けなきゃまずかった？俺も見せろとか言ってたよ。最低。え、これあれだったのかな？間に合ったんかな？もしかして。助けてあげたかったね。助けられるんだったら。あ、てか、あれか。クラフト。ナイフ作れる！ナイス。ああ、よかった。で、これか。アイテムで、ナイフ。使うと。
だいぶ耐久力減るな、ロープの。ロープじゃない。お、スクラッピー。間違った、スクラップ。もういいや、スクラッピーで。ん？もうないか。ああ、いけた。いるー。お金ある、あそこに。取りてー。いや、お金取りたいなぁ。うわぁ、見つかっちゃった。あぶねぇ。カセットテープ。換金アイテム。はいはいはい。お金、やった。いただきんか。内鍵開けた。あ、ここに繋がるのね。オッケーオッケー。なるほどね。で、船着き場の鍵手に入れてるからな。え、なんかすごい音なんなかった？うわぁ！あんたその上まで見るようになったんか。トランシーバーは？そういえば。トランシーバーってどうやって使うん？トランシーバーと使えないやん、ちょっと。門の鍵開けた。ようやくこの先。いやー、嫌な予感しかしないけどな。お、うわお、な、何でかー。それは見たこともない巨大な化け物。脱出を目の前にして、ただ一筋の希望は無残にも打ち砕かれた。あー、体験版ここまでです。2022年8月末予告。わー、でかい。出会いと別れ、ルプライター、終わらない惨劇。渦巻く悪意と血の匂い。教授と。And？ おの鬼。大型アップデート決定！ワオ！新たなキャラクター。再構築されたステージ、より遊びやすく、よりエモーショナルに。その惨劇は進化する。ワオ！同時リリース？マジ？アルマソフトで。おー。いや、よく私これ、一人で、喋り続けて、体験版だけどもクリアしたな。え、これ本編、できるか？一人で。不安です。おのおにも、やったことないんですよね、実は。やってみたいけど、一人でできる気がしません。はい。でもなんとか、いや、面白かった。コア面白かった。私、クラフト機能とかもね、なんかいろいろ考えさせられて、いや、すげえ楽しそうな要素。だってさっきナイフめちゃくちゃ無駄打ちしちゃったもんね。なんで本編では、ちょっともうちょっと考えて、ナイフ使っていければなと思うんで、実況がね、上がらなかったら、あ、こいつ怖すぎてできなかったんだなと思ってもらって、ちょっと、せめて、ここでね、一応逃げ道作らせてください。ということで、教授棟でした。体験版ありがとうございました。